マウロ・ロサレスは、アルゼンチン・コルド・バシュ・ビジャ・マリア出身の、元同国代表サッカー選手。ポジションはフォワード。南米の選手らしく、小刻みなドリブルで、右サイドを駆け上がりチャンスを演出する。テクニックを活かして、相手ディフェンダーの裏へ抜けるプレーも持ち味だが、利き足とは逆の左足の精度に不安を残している。ニューウェルズ・オールド・ボーイズでキャリアをスタートさせる。 2004年にエールディビジのアヤックス・アムステルダムに移籍。リーグ戦60試合以上に出場し4つのタイトルを獲得した。2007年1月に母国の CA リーベルプレートへ移籍した。2011年3月18日、MLS のシアトル・サウンダーズ FC に加入することが発表された。移籍初年度に26試合出場5ゴールの成績を収め、アシスト数は リーグ3位となるとともに、クラブ新記録となる13を記録するなど活躍し、このシーズンの MLS 年間最優秀新人賞を受賞した。2013年12月11日、トリスタン・ボーエンとのトレードで、クラブデポルティボ・チーバス・ USA に移籍した。2014年8月21日、ナイジェル・レオ・コーカーとのトレードで、バンクーバー・ホワイト・キャップスに移籍した。取引内容は、 MLS の規則とクラブの方針により非公表。同年12月16日、契約の延長が発表された。2016年2月16日、FC ダラスに移籍した。2004年のアテネオリンピックで金メダルを獲得した男子サッカーアルゼンチン代表の一人、ありがとうございます。